こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですね、カタールワールドカップの決勝のカード、アルゼンチン代表対フランス代表のお話をしていこうかなと思っておりますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速始めていきたいなと思うんですけれども、カタールワールドカップも残すところ残り1試合となりました。皆さんにとってこの約1ヶ月間はですね、どのように感じたでしょうか。カタール代表対エクアドル代表の試合、11月20日に行われた試合でカタールワールドカップは開幕をし、それから約1ヶ月後、今回行われるアルゼンチン代表対フランス代表の試合にて、約1ヶ月間行われたカタールワールドカップは終了します。皆さんにとっても今回の試合、特に決勝というカードですので、注目されている方も非常に多いと思いますし、日本時間的にもですね、休日から平日に変わるタイミングなので、皆さんにとってね、少し億劫になる、気持ちもあるのかなっていうタイミングではあるんですけれども、リアルタイムで見られる方は非常に多いのではないかなと思います。私としてもですね、やっぱり普段からサッカーのラジオをたくさん投稿させてもらってる身なので、基本的にはリアルタイムで見ることを考えておりますし、アルゼンチン代表、フランス代表、非常にね、素晴らしい選手もたくさん揃えているので、優勝候補の筆頭であることは間違いなかったんですけれども、私がね、一番応援していたと言ってもいいね、2カ国、日本代表とドイツ代表がですね、敗退してしまったこともあって、少し寂しさもあり、悔しさもありっていう中でね、ワールドカップはちょっと僕の中では終わったかなっていう、気持ちがね、多少ながらあるんですけれども、やっぱりフランス代表とか、アルゼンチン代表ね、応援されている方々にとってはまだまだワールドカップは終わってないですし、特にね、リオネル・メッシを応援されている、サポーターの方々にとってはですね、今大会、メッシに、トロフィーを掲げてほしいと思っている方は非常に多いのではないかなと思います。しかもね、その対戦相手として、立ちふさがるのが、前回大会の王者フランス代表ということで、これ以上ない強敵と、言っていいと思います。なので、どちらが勝ってもおかしくないし、どっちが負けてもおかしくないと、それほどまでに両チームの力はほぼ拮抗していると、言ってもいいのかなと思います。そして今回お話ししていく内容なんですけれども、両チームのまずはスタメン予想から発表していきます。まずはアルゼンチン代表からいきたいなと思います。監督はリオネル・スカローニ監督です。基本布陣なんですけれども、4-3-3もしくは4-4-2をベースに戦ってます。試合によってはですね、3バックを用いた3-5-2のような形も使ってくることがあるので、フランス代表との試合でどのシステムを使ってくるかは正直定かではありません。ただですね、ディマリアが戻ってくるっていう情報が出てますので、彼をスタメンで使うっていうことを考えると、基本布陣の4-3-3もしくは4-4-2の形をベースに戦ってくるのかなと思います。ではゴールキーパーからエミリアノ・マルティネス、4バック右からモリーナ、ロメロ、オタメンディ、アクーニャ、3センターデパウル、エンソ・フェルナンデス、マクアリスター、右ディマリア、左にフロリアン・アルバレス、ワントップリオネル・メッシとなるのではないかなと思います。一応4-4-2の形をベースに考えると、メッシとフロリアン・アルバレスの2トップでディマリアが右サイドになり、マクアリスターが左サイドになる可能性も全然ありえます。そしてフランス代表はですね、基本布陣は4-2-3-1をベースに戦ってます。監督はディディエ・デシャン監督です。ゴールキーパーロリス、4バック右からクンデ、バラン、ウパメカのテオ・エルナンデス、ダブルボランチチュアメニとラビオ、右にデンベレ、トップ下グリーズマン、左にエンバペ、ワントップジルーという予想を立てています。基本的にですね、フランス代表はいろんなシステムを使いません。この形のまま基本的には戦って、全体的にハードワークしながらエンバペやデンベレにボールを預けてサイドから攻略していこうというようなチームでございます。ではですね、こういったスタメンで戦ってくることを予想すると、まずはアルゼンチン代表の方のお話からいきますと、現状ですね、4-3-3もしくは4-4-2の形をベースに戦った場合、ビルドアップの形で前進するための形をうまく作れてません。なので基本的にボールは詰まります。なので同サイド圧縮だったりとかには非常に弱いですし、パスコースをしっかりと締め切られると、基本的には出して受け手がですね、困るような状況非常に多いです。なので
アルゼンチンからすると自分たちがボールを持つ時間が多ければ多くなるほど、ゲームをコントロールできずに逆にボールを簡単に失ってカウンターを食らうリスクの方が大きいかなと。で逆にフランスの方になると、フランスもですね、そこまでそのアルゼンチンと同様にビルドアップの形でたくさん形を持っているわけではありません。ただアルゼンチンと違うのは、両サイドの突破力、ここの個人の質っていうところがですね、もちろんメッシがいたりとかアルゼンチンはするんですけれども、サイドからこうより質の高い攻撃力を提供できるっていうのが、フランス代表の強みかなと。なのでボールを預けてしまうとどうにかできてしまえるタレントが、両チームにもいるんだけれども、サイドからの攻略に関してはフランスの方が一枚上手かなと。で総合的な、戦力差っていうところになってくると、もちろんアルゼンチン代表、フランス代表素晴らしい選手たちがたくさん揃ってるんですけれども、全体的なですね、クオリティ勝負っていうことになると、私個人的にはフランスの方が一枚上手かなと思ってます。もちろんアルゼンチン代表もですね、素晴らしい選手たくさんいっぱいいるんですけれども、やっぱりチームとしてのクオリティっていうところと、一人一人のその個人打開力っていうところ、このあたりはですね、フランスの方が気の利く選手が多いのかなと。特にラビオだったりグリーズマンだったり、このあたりは本当に気が利きますし、バランもそうですけれども、この辺が結構ね、しっかりと気の利くプレーもしてくれてるんで、エンバペだったりジルーだったり、ジルーもめちゃめちゃ気の利くタイプなんだけどね、こういったタレントたちがうまくこう機能してるのかなと。でアルゼンチン代表の方になると、エンソ・フェルナンデスとかね、どんどん良くなってきてますし、アクーニャとかがね、結構このチームの軸になったりしてるんだけれども、マクアリスターとか、このあたりが非常にいい、プレーもするし判断も素晴らしい選手なんで、僕も大好きだっていう話はね、過去にもしましたけれども、フロリアン・アルバレスの飛び出しだったりとかね、こういった武器は持ってます。ただですね、一人一人の質っていうところで、モリーナとかはね、どうしてもやっぱ捕まった瞬間の判断はそこまで良くなかったりするのと、オタメンディのところがですね、個人的にはそのファイトっていうところはね、もちろん素晴らしかったり、空中戦の強さみたいなものは持ってるんですけれども、リサンドロ・マルティネスをね、私はマンチェスター・ユナイテッドのサポーターなんで、使ってほしいなっていう思いはあるんですけれども、でも彼を使ってくるでしょうからね、その瞬間的なね、デュエルの部分で、勝負できるタイプの方を、スカローニは信用してるのかなと。とは言ってもね、両チームとも結構そのビルドアップの形とかは課題持ってるチームなんだけれども、決勝の舞台まで勝ち上がってきてるし、本当に選手の質が高いんで、その瞬間的なね、難しい場面を個人で打開できる選手たちが、とにかく揃ってると。なので、どっちが勝っても正直言っておかしくないです。ただ基本的には両チームですね、カウンターをベースに結構勝利を重ねてきてるチームではあるんで、スペースのある状況で戦って試合を決めきってる方が、多い両チームなんで、ボールを持つような展開になる方が結構しんどいのかなと。やっぱりボールを持つってなると、ブロックを組まれる相手に対してどういうふうに攻略していくかっていう緻密な再現性みたいなものが本当に必要になってくるんで、本当に4年間かけてどれだけそれを作り上げてきたかっていうのが、見えてしまうんですよ。だから先ほど僕がお伝えした通り、その形が今のところ見えないんですね。ってことは基本的にはそこまでちゃんと、作ってきてない監督たちだっていうことは分かるんで、ある程度質に頼った攻撃とかはね、両チームともするんだけれども、その頼る質っていうのがとにかくレベルが高いので、どうにかなっちゃってるっていう感じなんですよ。なので、この両チームを見たときに、こっちの方がいいかなとか、アルゼンチンの方がいいかなとか、フランスの方がいいかなとか、人それぞれ意見は当然変わると思うんですけれども、戦い方とやり方っていうのは基本的にはスペースがある中で勝負させた方が生きる選手たちが多いのは両チームと同じなので、ボールを持ったりすると結構停滞したビルドアップ両チームしてるなっていうような状況になって、フランスとかだと両サイドにボール入った瞬間にそこで突破力してなんとかボールを前に運んだみたいなことになることも多いし、ジルーにポスト当ててそこから展開してとかで、アルゼンチンになると後ろがちょっと重心重くなったりする瞬間が多くなったりとかして、距離感が悪くなったりとかする瞬間も結構あるんで、そこでバタ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 として、前進はなかなかできないみたいな、こともあるのかなと。ただアルゼンチンはですね、352だったりとか、532だったりとかを使う瞬間があるんですよ。リサンドロ・マルティネスをねセンターバックに1枚加えたりとかしてやったりしてるんですけれども、あの形で戦うんだったら結構面白いかなっていうのはありますけどね。幅を取る選手と内側を取る選手と中を絞る選手っていうのが基本的にこう役割がね、
きっちりとした中で戦うことができるんで、まあなんていうんだろう、もともと配置のところから、僕は常日頃から言ってるけど、まあ、末広がりのような形になっていくんで、まあ、ビルドアップの形とかも基本的にはつながりやすいような配置にもなるし、うまくズレも生み出しやすいと。ただまあ横並びになるボランチのキャラクターを誰使うかによってはね、全然アルゼンチンもクオリティ変わるんで、まあ、パレデスとかね使うのは全然いいんですけど、まあ、個人的にはエンソ・フェルナンデスと、マクアリスターとか、この辺り使ってあげる方が個人的にはいいのかなと。まあ、デパウルをね、使うのも全然いいんですけどね。まあ、パレデスはね、ちょっとこうボールを受けに降りてきすぎてしまうちょっと傾向がやっぱどうしても見受けられるんで、やっぱり中盤の選手はね、クレバーかつ、自分のね、判断というか、ボールを持たない中で前進するための形を意図的に作れるかというか、こう自分がボールを受けなくても、ボールが前に運べていけば基本的には問題ないじゃないですか。なんだったら自分がボール触れない方がね、リスクもないわけなんで、自分のなんていうんだろう、その責任感みたいなものもないじゃないですか。だからできるだけ、もちろんボールね触れたいっていうことはもちろん気持ちとしてわかるんだけれども、自分を含めたビルドアップと自分を含めないビルドアップっていうのを、考えていったりした場合、アルゼンチンの場合はエンソ・フェルナンデスの方がパレデスよりもその辺は気の利くタイプだし、マクアリスターはやっぱりその辺でうまくライン感とかでボール受けたりとかラストパス出せたりする選手だし、ダイナモ的な動きもできてハードワークもできるっていうタイプなんで、僕ならこの2枚を横並びで使うかなっていう状況ですね。ただファイター的なねデパウルとかを入れるのも全然僕もいいと思うし、彼も球際強いしね、特にフランス代表とかになってくるとやっぱそのフィジカル的な強さとかそのスピードっていうところはとにかく高くてレベルが高いので、そこに対してぶつけるってなった時に、質でっていうところよりも、パワーとかフィジカルっていうところでぶつけに行くっていうことを考えるんだったら、デパウルとかを、使っていくのもありかなと。であとはディマリアになってくるんですけれども、戻ってきた場合は間違いなく右で出ると。ただ戻ってきていきなりこの決勝の舞台でハイパフォーマンスを発揮できるのかって言われたら、もちろんアドレナリンが出てね、やる気満々で出てくると思うんだけれども、万全かって言われたらね、現状わからないじゃないですか。だからここは一つ懸念点があるかなと。あとはエンバペだったりとかデンベレとかフランスの両サイドの選手に対してどれだけうまく対応できるか、アクーニャだったりモリーナだったりとか、このあたりがどれだけ彼らに対してもうタイトかつボールを持たせないような動きができるか。多分ねモリーナとかは結構振り切られると思うんで、エンバペと対峙した場合結構リスキーかなと。で中に入ってこられたりとかするとそこでファールしてしまったりとかして PK とかそういったことも結構想像できるんで、だからアルゼンチンからするとエンバペにスピード乗らせたりとか前にスペースあるような状況で勝負させたら基本的にやられるんで、どのチームも。なのでボールを持たせないためにうまく制限をかけられるかっていうところも勝負になるかなと。それかもう一気にライン下げちゃってもうスペース埋めちゃって、その中で前向きに奪ったボールに対してメッシとか、フロリアンアルバレスとかこの辺りの飛び出しとかを使っていくみたいなこともいいのかなって思ったりはしますけどね。だフランスはもちろんそのアルゼンチンがボール持つ持たないによって全然やり方は変わるんだけれども、先ほどね、紹介した通り両チームとも基本的にカウンターベースというかボールを持ってしまうとそこまでクオリティは高くないというか、人の質は高いんだけどチームとしての質はそこまで高くはないので、そのあたりで、どういうふうに攻略するための術を準備できるか。ただこの短い期間で準備できるのは基本的に絶対というかほぼ無理なんで、多分ペップであろうがトゥヘルであろうが多分無理なんで、基本的には今までの形で、グリーズマンがうまく、いろんなところに顔を出して攻守両面においてサポートしながら空いたスペースに、エンバペだったりデンベレが飛び出していって勝負みたいな。あとはジルーに関しては能力が高いとかはもちろんそうなんだけれども、オタメンディ・ロメロって確かにその対人も強くてフィジカル的にも強くてもうバチンと多分当ててくると思うんですよ。だからジルーも簡単にボールを収められないのかもしれないけれども、でもそういった相手に対してもボールを収めてきた選手なんで多分そつなくこなします。でそこから展開してエンバペに勝負させられるっていう展開が多分アルゼンチン一番嫌なんで、だからどこをどう抑えてどういうふうに攻略していくか、本当にね両チームのその絶対的なエースである、メッシとかエンバペとか、デンベレとかもそうだけれどもね、
まあ、このあたりがどれだけうまくボールを受ける受けないっていうところを制限したり制限させなかったりとかっていうのをチームとして生み出せるかっていうところも意外と勝負の分かれ目になってきたりするのかなって思ったりはしますけどね。だからあとはまあアルゼンチンがまあどの配置をしてくるかによって戦い方も全然変わるんで、まあ、本当にね、今大会どうしてもやっぱカウンターベースのこうブロックを組むチームが結構結果出してるんですよ。モロッコとか典型的にそうじゃないですか。もうブロック組んじゃって、まあ、5-4-1 みたいな形とかもう基本的にその形しちゃって我慢強く守ってカウンターで飛び出していく人数使って攻め切るみたいなサッカーして結果出してるじゃないですか。でモロッコってボール持った中でクオリティ発揮できるだけの組織力あってこう再現性高い崩し方あったかって言われたらなかったんですよ。なので、まあ、押し込んでくるこうふんわりとしたその戦術というかそういう崩し方を持っていないようなチームに対してはやっぱりすごく効果的で攻略して勝ってきたチームだったんだけど、まあ、フランスにはそのね、フランスもまあ基本的にはそういったところあるんだけど、フランスはやっぱその人の質がねとてつも高いんで攻略されちゃったっていうような状況だったんでね、まあそういったところで、まあ、そのカウンターベース人質っていうところで結構やってきた両チームがどういう風に戦うかはまあ明白なんだけども、より自分たちのスタイルを出せた方が勝利に近づくのかなって思ったりはしますけどね、だからボール持たされたら多分両チームともしんどいですね、それはもうね、グループステージの時からもそうだし決勝リーグの方も上がってからもそうだけれども、まあ、見てても思いましたもんね。あ、これ結構ボール持ってもそこまで運びの形ないし、結構人のサポート力とか運動量とか飛び出しとか人の質に結構頼ってる瞬間多いなと、まあ、いうところは結構見受けられたんでね。まあね、とは言ってもまあそれマンチェスターシティとかね、まあ、バイエルンとかアーセナルとかね、やっぱこの辺と比べたらそらね、その辺持ってたら逆にすごいわっていう話なんだけど、まあでもね、もしそこまで作り上げてるチームがいたとしたら、まあ、それはそれでね、まあ、私としては絶対注目しているはずなんで、まあ、その注目していたのがまあドイツなんですけどね、まあ、ただドイツもね、まあ、スペインもまあそれに近いもの持ってたんですけど、まあ、残念ながら敗戦してしまったということもあったんで、やっぱりどれだけそういったものを準備したとしても人のコンディションとかね、まあ、状態がちゃんと乗っかってきてなかったらやっぱりそのパフォーマンスも行えないしね。だからまあいろんなところが左右するのがやっぱりサッカーだなって思うし、人一人がどれだけこういい状態に持ってきてるかによっても全然ね結果が変わってくるスポーツだっていうのをこう改めてね教えてもらった大会だと僕は思うんで、まあ、今大会の決勝カードはまあ、アルゼンチンとフランスっていうことになりましたけれども、まあ、本当に結論を言いますとどっちが勝ってもおかしくないです。ただ明確に言えるのは、自分たちのスタイルを行えた方が勝利に一歩近づくのかなとは思ってますね。はい、ということで、以上になります。カタールワールドカップも間もなく終了ということで、まあ、本当に約1ヶ月間ね、私もラジオの方、まあ、ちょこちょこね、まあ、投稿させてもらうような形で、まあ、今大会の注目カードとかね、そういったものもちょこちょこと、まあ、投稿させてもらったりとか、まあ、試合の振り返りみたいなものはそんなにね投稿はさせてもらってないんですけれども、まあ、でもねこれから先、まあ、この大会が終わって、まあ、4年後の大会に向けて今大会出られなかった選手とか悔しい思いした選手たちがまた4年間ね努力を積み重ねて、まあ、次の大会に向けて頑張ってくると思うんで、まあ、今大会の閉幕カードっていうのがねどういったクオリティでどういう精度でどういう内容をしてくれるのかっていうのを、まあ、しっかりと見た中で、まあ、次回の大会もね、まあ、楽しめるように、なっていけたらなと思ってます。はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやってるのでよろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。